ジョナサンド・ドイ・ブロックストーンは、アメリカ合衆国、ジョージア州オーガスタ出身のプロ野球選手。ウトを右ミギ現在は、フリーエージェント。バークカウンティ高等学校3年生時に9勝2敗、防御率1.2174イニングで134奪三振の成績を収め、2002年の MLB ドラフト2巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名され、プロ入り。 入団後は2002年からはマイナーリーグで先発投手として投げ通算でイニングを上回る脱参審率を記録2005年にメジャーに初昇格するがこの年は14試合の登板にとどまる翌2006年は AAA 級ラスベガスフィフティワンズからのスタートとなったがリリーフ11試合で防御率0.00の高成績やランスカーターの不調に伴い 5月1日にメジャーに昇格する。ここでも安定感のある投球をし、ヤンシー・ブラゾバンの故障などもあったためクローザーの斉藤隆史へつなぐセットアッパーとしての地位を確立する。2007年もルディシアネスやジョーベー・メルラと共にクローザーの斉藤へとつなぐセットアッパーとして83試合に登板し、リーグ5位となる32ホールドを記録。82投球回で、 この年のリリーバーの脱三振数2位となる99、三振をマーク。また、昨シーズンの7月からこの年の8月にかけて、球団記録となる96.2イニング連続、基本類だなしを樹立。2008年のオールスター開催後に、斉藤隆が故障者リスト入りとなり、ブロックストンがクローザーとして起用されることになった。クローザーとして参拝を起死したが、 上等り監督は、クローザーとして起用し続け、自己最多の14セーブを記録。2009年開催の第2回ワールドベースボール、クラシックにアメリカ合衆国代表の一員として出場。シーズンでは、自己最多の36セーブ、114奪三振を記録し、オールスターにも初選出された。2010年も2年連続でのオールスター出場を果たしたが、後半戦は、 防御率7.13と不振に陥った。2011年は肘や肩の故障もあり14試合の当番に止まった。オフに FA となった。2011年11月29日にカンザスシティロイヤルズと1年400万ドルで契約を結んだ。2012年7月31日にマイナー投手2名とのトレードでシンシナティレッツに移籍した。 移籍後は主にアロルディス・チャップマンにつなぐセットアッパーを務めた。オフに FA になったが11月28日に3年2100万ドルでレッツと再契約した。2014年8月31日に後日発表選手2名とのトレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍。2015年7月31日にマリック・コリーモアとのトレードで セントルイスカージナルスへ移籍。11月2日に FA となったが、12月10日に2年750万ドルで再契約した。2016年は1年間カージナルスに所属し66試合に登板したが、4勝2敗、防御率4.30に終わった。2017年5月31日に自由契約となった。体重は140キロ近い巨体から。 最速103マイルパーアワーのフォーシームツーシーム、スライダーを投げる。本塁打ーーを浴びるのを避けるため、外角一辺倒の攻めをすることで知られている。そのため、リックハニカット投資コーチの勧めで、ツーシームを習得した。ありがとうございます。